今日のスタジアムはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、ベガルタ仙台が名古屋グランパスを迎え撃ちます。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。今日はホームチームはどうでしょうか。シーズンは折り返し地点に近づいていますが、このチームは無敗のままです。選手たちにとっても大きな自信となっているでしょう。この記録をどこまで伸ばせるのでしょうか。こちらがホームチームの先発メンバーです。 4-4-2 のフォーメーションです。2人のフォワードが縦に並ぶ形になっています。このチームはピッチ全体で相手にプレスをかけてフリーでのパスを出させないプレーが得意ですね。今日のラインナップからもそんなスタイルが見込めるのではないでしょうか。そうですね。よほどボールコントロールに長けていない限り、圧力を受けたチームのプレーは乱れミスにつながりますからね。今日もとことんプレッシャーをかけていくはずです。試合が始まりました。ボールを奪われました。ドリブルで敵陣へ持ち込む。中央にクロス、コーナーに逃れます。これはあるか。キーパーがコーナーをパンチング。素早くボールを返した。相手ボールになります。厳しいプレスでボールを奪います。何をしてくるのか。ランゲラックが防いだもののプレーは続いています。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが運がなかったですね。プレスを受けます。前田直樹、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。相手ボールになりました。おっと、裏へ出した。チャンスにできるか。ランゲラックのセーブ、まだインプレーです。いい位置です。立ち下工事、ランゲラックが防いだもののプレーは続いています。ボールを入れた。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。このパスは読んでいました。ここはボールを奪いました。いい走り込んだ味方にスルーパス。リーグ最高の攻撃陣がここでも仕事をしました。1点のリードは大きいですね。さらに調子に乗ってきそうです。ここは簡単にゴールへ流し込みました。こういうチャンスはめったにないんじゃないですか。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。ジョアン・シミッチ、これは見事なパスカットです。
蜂須賀浩二。危険な位置です。緊張感が増してきます。ニアポストへ入れてきた。今のタックルはカードが出るかもしれません。このファールにはイエローカードが出ました。中の選手に合わせて得点につなげたいですね。カウンターのチャンスが巡ってきた。ガブリエル・シャビエル。シャビエル、どうやらサイドをつけそうです。いい攻めを見せていましたが、守備側がうまく対応しました。絶妙なパス。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。うまく読んでいましたね。シャビエル、長澤俊、パスをカット。いい読みでした。ここで奪われるのは危険だ。しっかり見えています。ドリブルで進んでいます。ディフ入れば同点となります。これは入りません。同点のチャンスだったんですけどね。こういうミスが後に響かないといいんですが。このパスはカットされました。チャンスだ。わずかに外れました。絶好のチャンスに決められません。冷静に狙ったと思ったんですが、何か気になったんでしょうか。レフリーの笛が鳴って前半終了。後半は名古屋グランパスのキックオフで始まります。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ディフェンスが混乱してますね。これは狙えます。リーグ最高の攻撃陣がまたしてもゴールを生み出します。止めることはできないのでしょうか。かなり警戒されてはいるんですが、その上を行くパフォーマンスを見せてくれますね。絶好のチャンスをしっかりと決めましたね。そこに至るまでの動きも素晴らしかったですね。いい選手です。前田直樹、相手ボールになります。スペースへのボール、ここでスルーパスを狙う。ナイスシュート。ゴール決まった。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。さらに得点も追加しました。圧倒的ですね。相手の集中も切れたかもしれません。まだまだゴールが生まれそうですよ。ジョアン・シミッチ、このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。裏も見えていたのか。マンゲラックが防いだもののプレーは続いています。ボールを奪われました。まあこれだけチャンスを生み出せれば、こういったスコアになりますよね。まだまだ得点してくるんじゃないでしょうか。得点もありえた場面でしたが、このボールはカットされました。何をしてくるのか。ゴールを見る。このシュートが外れ、どうしたんでしょうか。
余計な力が入ったかもしれません。決めたかったでしょうね。おっと、ボールを失いました。何を狙うのか。絶妙なパス。いい位置です。これはまずいパスでした。相手に渡ります。素晴らしいパス。いいところへ出した。ポストに弾かれた。うまく読んでいましたね。笛が鳴ってこれはファール。レッドカード、退場です。これでだいぶ攻めにくくなりますね。ここで交代ですね。この選手、今日も素晴らしい活躍を見せてくれました。見事でしたね。チームの中心として働いていましたよ。サポートの選手がいます。米本拓司、泉龍二。プレスが効いている。シャビエル、仕掛けてくるのか。ガブリエル・シャビエル、ここはうまくボールを取りました。ハモン・ロペス、カウンターを狙います。上がっていけるか。チャンス、スルーパスが味方に通る。見事なカウンターからのゴールです。カウンターへの警戒が薄かったですね。速攻をうまくつきました。リードをさらに広げました。いやー、ダメ押し点になりましたね。長谷川アリア・ジャスール、丸山雄一。相手ボールになります。ここはよくスペースが見えていました。ここからどうするのか。見事な弧を描きましたね。完璧です。さらに得点も追加しました。圧倒的ですね。相手の集中も切れたかもしれません。まだまだゴールが生まれそうですよ。長谷川アリア・ジャスール、相手ボールになりました。ここはインターセプト。しっかり予測していました。これは見事なパスカットです。何かしてきそうですが、マイナスに。最後はキーパーの手の中へ。これは見事なインターセプト。これは見事なインターセプト。審判の笛が鳴り、試合は